12番の選手です。日本大学馬術部より森さやか選手と大木です。スタートに向かいます森さやか選手は日本大学の3年生、そしてこの乗ります大木は北海道の猿郡にあります白井牧場で生産されましたサラブレッド、5歳になりますメスの馬。第2競馬へ落下がありました。ブラックタイドとリリーカスゲートの3点競走馬時代の時にはワイハーの風という名前で中央競馬を8戦、地方競馬11戦しております。現在4つの障害の落下がありまして、残すところあと2つになります。